全日本仏教会は一人一人の命が尊重される社会を築くために世界の平和の実現に取り組んでまいりました。その一方で私たちはもっと便利に、もっと豊かにと欲望を拡大してまいりましたが、その利便性、利益性の追求の陰には原子力発電所所在地の人々が原発の事故による命の不安に脅かされ、日々を送り、ことに子どもさんの健康が心配されております。このようなマイナスの遺産となる処理不可能な放射性廃棄物を生み出し、未来に問題を残している現実があります。私たちはこのような事実をあることを認識しなければなりません。命と平和な生活を脅かす事態を招いたことを深く反省しなければなりません。どの命もかけがえのない命であります。生命共同体として命を尊ぶ社会の構築を目指さなければなりません。誰かの犠牲の上に成り立つ豊かさは誠の豊かさとは申せません。個人の幸福が人類の福祉と調和する道を選ばなければなりません。そのために私たちはこの問題に一人一人が自分の問題として向き合い、自らの生活の在り方を見直す中で、過剰な物質的欲望から脱し、足ることを知り、自然の前に謙虚で、一人一人の命が守られる社会を築くことを表明いたします。